ちょっと俺も資格とか取ろうかなと思って。ちょっとじゃあよろしくお願いします。一旦対戦しましょうからね。いやーなんだこれ。わーこれはすごい仕上がり方がすごい。アルピーチャンネル、どうもアルピーチャンネルです。お願いします。お願いします。さあ今日はオープニングお風呂からスタート。はい、何なんでしょう。今日はですね、こちら川崎のお隣の鶴見に来ております。うん、こちらお風呂の国という温浴施設がありまして、ね、はい、まあ、最近平子さんちょっとバイクの免許取ったりとか、うんうん、いろいろ免許取ったりするじゃないですか。大型も取ろうなんて話してますけど、はいはい、ちょっと俺も資格とか取ろうかなと思って。資格？はい。お風呂の、お風呂のまあサウナ、また熱波師の資格を取ろうかなと。はいはいはい、アウフギーサー目指そうかな。何でしたっけ。アウフグース。アウフグースの熱波を送るとアウフ。はいはい、ああなるほど。はい。それを目指そうかなと思いまして。うん、このお風呂の国、まあ、とんでもない重鎮、はい、井上さん。熱波師の方ですか。もう鶴見の風。鶴見の風は井上さんが、井上さんから発せられている。発せられていると言っても過言ではない。マジで俺自体がサウナだって言ってるらしい。俺も初めてです井上さん。お話を伺いに行こうかな。なるほど。体験もし。はい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 、はい、じゃあ今ちょっと実習というか。そうですね。あーはーはー、そんなのもありながら。はい。行ってみましょうかじゃあ。はい。はい、さっき従業員の方にシソンヌさんって言われました。あ、やばいよ、絶対怖い人だよ。誰だかわかんないよ。これでもいや紹介サウナの中であるかな、井上さん。お願いしますね、井上さん。ちょっとえ、水抜き、まず体を冷やしてね。これでございます。怖えよ。まあ、入ってるのがいい。入ってるのがいい。体しびれるぐらいまで入ってるのがいいですよ。いや、たぶんちょっとかぶるかぶるかぶる。え、これかぶる言ってますけど、お二人とも健康には何の問題もないでしょう、ね、何の問題もないですけど、いや、だから相当すごい熱をちょっと、ここにまで入ってます。ケンコバさんじゃないですよね。ちょったら、食べます。食べます。違います。いや、ここにまで。いや、ヒャクさん、首周りだけやっておいて。俺、あんま慣れてないじゃん。ヒャクさん。いや、じゃあ、顎のラインだ。ヒャクさん、もう。井上さん、分かった。さあ、アルピーチャンネルなんか痛いとか苦しい系の多くないなんか最近。こういう苦しみもあんの。その苦しみをロウリュウが蒸発させてくれますよ。もう多分途中で脱落しますよ。あ、そのこと。最後までいて。ちょっとじゃあよろしくお願いします。お願いします。一旦体験しましょうからね。アルピーチャンネル、失礼します。お願いします。お願いします。ありがとうございます。本当に今日は次井上さん何ですか。すごい、これがモバイルロウリュ、熱波の器、石、ストーン、オーバーヘブンマーク2です。マーク2じゃない、改良型。ここからロウリュが発生して、うん、はい、2人に見えるでしょ、ロウリュの形。目閉じて感じてみてください、うんうん、まさにフェニックス。いろいろ言ってわかんないですね。一からもう一回ですか。これしっかり説明しだしたら約40分ぐらい。じゃあ大丈夫です。すみません。フェニックスで何となく分かった。これね、僕が今日朝からブレンドしたアロマ水。あ、でもいい香りが。すみません、ありがとうございます。9リッター注入しますか。いや、あんま見たことないアロマの容器で。もっとおしゃれなやつじゃん、アロマの容器。スプレーとかじゃないんだ。なじゃないですか。もうすでにすでにいい香りがしてるでしょ。いや、まあいい香りしますよ。すごいいい香りする。とレモンのいい香りが、ここを注入しますから。え、この中に入れるんですか。え、来ますよ。つかタオル大丈夫、平子さん。これ注入したら約これが 80% 確実に蒸発します。もう熱せられてるんですね、これ。じゃあ熱いんだ。
ちょっとお二人もうちょっとステイバックしていただいた方がいいですね。あぐらかいていいですか。あ、いいですよ。あ、もうそんな来ちゃうんだ。ほら、いい感じです。とんでもないと思うよ、これ。いきます。はい。じゃこれ治療するときに僕と皆さん一緒にサウナの賛美歌を、はい、今この情勢感のように熱唱していただくといけないんで、はい、そのささやきを、はい、美しいささやきを、はい、それがこのサウナ室で満たされた時、はい、注入します。はい、はい、で僕はねえねえねえという、はい、皆さんパーパーパーというのはパーポンポンポンパー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 、サウナの賛美歌をこの鶴見の青空向こう側の宇宙に届くようにそのささやきをご唱和ください。ねえねえねえパーパーパー、ねえねえねえパーパーパー、アルピーチャンネル。あっ、やっば、杉山さんマジで。いやいやいや、もう来た、うわ、ライダー君近くで撮ったかよこれ。もう一回行きますよ。いやー、なんだこれ。そうそう、今呼吸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 、はい、肩の関節を後ろにスライドさせて胸郭を開いて、このロウリュのエネルギーのあるこの空気を鼻と口で吸い込んで、肺をこの空気で、熱い空気で熱してください。うわすげえ。あ、タオルでかっ。熱波のために作られたこのバスタオル。でっかっ。というにはあまりにも大きすぎるバスタオル、人呼んでストームブレイカーで、ベルセルクの二人を仰ぎます。でかいな、これがダーリの。うわー、風かちょっと、ぐやー、おー、すごい、背中にも来る。ちょっと跳ね返りで、風じゃないですよ。え、サウナの空気の対流を起こしてるんですよ。なるほど。その空気を対流の中で呼吸に集中してください。呼吸に集中する。うおー、これすごいわ。うわー、くわくわ、おお、その苦しみを、あ、その悲しみを、悲しみないっす。おお、まだ来る、これ。おお、段階がすごいな。さらに対流を起こします。なるほど。あ、うわ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 、すげえ、中来る。おお、うわ、来た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 来る。うわ、全身が包まれた。くわ、逃げ場がね。悟空じゃん。これ大丈夫でしょ。ここ事前に水風呂入っといて肌を保湿しておくわけですよ、水で。ああ、どうでしょう。その分まだ耐えられるんですね。なるほど。ロウリュを受けれる肌の状態を作ったんです。はあ、熱い空気で内臓も温められる。ああ、それも大事なんだ、内臓を温めることは。でサウナから出たら掛け水しようって必ず。はいはいはい、掛け水して、はい、日頃、はい、どんなことあっても、はい、どんな嫌なことがあっても、はい、どんな腹立つことがあっても、はい、それすべて飲まれてんじゃん、井上さんに。水に流せよって言うでしょ。俺自分自身の感情に身を委ねないで、熱波に身委ねますわ。待って、俺より弟子やってんじゃん。それはまず水でめっちゃ突入してんじゃん。その感情流しましょうよ。一回俺クリスタルになってきます。そのタイプで水のようになるべき。その意図として水風呂の奥底に苦しみと悲しみ沈めるべきですよ。涙出てきた。嘘だろおい、どこにパンチライン刺さってんだよ。外気浴してください。はい、わかりました。はい、鶴見の青空の向こう、鶴見浴か。それ見てたら今日はちょっとだけ泣こうかなって思うはずです。アルピーチャンネル。あ、ほら、さっきあんな拒絶してた水風呂を、確かに自分からまるで、本当だ、自分からまるで導かれるように。そう。あー、やばい。アルコールとピースに察知あれ。うわ、井上さん、すべて水に流れていきます。かよ、奥底に沈めてます。お兄さん、なれよ、じゃあもう。俺、師匠間違えてるわ、絶対。聖なる水、こんこんと湧き出る、この水、命を携えて、
今一つになります。井上さん、そして水風呂から上がった時、確実に昨日までの自分抜き捨ててフェニックスとして呼び込むことができる。好きだな、フェニックス。フェニックスよくわかんねえんだって。フェニックスはよくわかんないよ。変わったな。なんか第二形態入ってんじゃん。もうフェニックスな、それ。マジかよ。まさにあの言われるあの道、あれこそサウナの花道。なんだ、回し込まない方がいいです。今血流良くなってきてるんで。リラックスした人。え、そうなんですか。そうですよ、血流良くなってるんで。あぐらは別にいいですけど、これまた論理上あるんですけど、説明したらまた50分ぐらいかかる。あけんだよな。フェニックスで説明してくんねえと。リラックスした状態で、あ、まさに体をちょっと斜めにする。もうベスト。ベスト。ベストです。ベストベストです。いやいや。あるでしょ、なんかベストをなんとか。今も呼吸集中したわけです。喋ってくんじゃないですか、井上さん。呼吸です、呼吸。呼吸なんすね、結局大事なの。あれ今7セット目だっけ。いや、1です。やば、7までいってるわ、体幹。あ、全然やばい、これ。あ、ちょっとだけ結構の状態が変わってきました。どういうことですか。いや、皮膚自体は外気で冷やされて、はいはい、血液は熱いままだ、はあはあ、それがまだら模様、いわゆる甘み、甘みってやつですか。僕は老流桜と呼んでるんですよ。老流桜平子さんの中に老流桜が咲いてるってことか。命の勇気が色づかせてる。宇宙に色づく唯一の赤いロウリー桜。更新してますね。更新してる。喜びと悲しみを混在させる。今空が一つ目。早く通信切らないと戻ってこないです。平子さん戻ってきて。行き過ぎるとダメだから戻せないですか、井上さん。命を返せ。やばい、返せって言ってますよ。ここまで行くと井上さん引くんだ。奪ってはない、奪ってはない。これはすごいぞ。これすごいっすね。これはすごいぞ。仕上がり方がすごい。皮膚が冷たくて血が温かい。赤い、流れてる血液が赤い、見て。あ、それだ。じゃあ本当のサウナの1セットって、うん、サウナ、まあ、水風呂、休憩、睡眠。おお、なるほど。睡眠まで入って1セットなんだ。休めるとこあったら3分でも眠るべき。ええー、全然違います。全然違う。へえ、睡眠まで入って1セットなんだ。え、熱波師の前は何やってたの。熱波師の前はプロレスラー。あ、やっぱり だからその親日感が。いや、でもプロに入って当時プロレスやめた時95キロぐらいあったんですけど、でも昼夜も逆転の生活になって夜も働かないといけない、働かないといけない。もうそうしたら体重が68キロとかに、落ちて、で熱波やってまた戻る、はい、だから熱波菌ですよ。僕が使うバスタオルってこれなんですよ。しかもでかいし、あんま見たことないサイズですよ。もう本当にあの大きいだけじゃなく、毎回霧吹きで水を染み込ませて重くしてやってるんで。それなんで重くするんですか。いや、風が前に来る。風って重っ、空気が前に来る。なるほど。ああ。いや、そこまで重い。いや、重いですよ。タオルとしたらこんなの。これをだって。あ、これは それをフラットの板状にして上から下、上から下。あ、この時点で肩がちょっとパンプアップしてきましたよ。パンプアップしてきた。いやいや、あ、平子さんでかい。平子さんでかい。でかいってなんだこのタオル。あっ、うわー、選ばれし者じゃね。うわー、あー、
ああ、いい感じ。うわっ、あ、でもバスタオルはちょっとたるんでるんで。え、あれでもダメか。板状にするじゃん。はいはいはい。板状にして、ああ、上から下。そうですね。上から。ちょっとそうだね。上から。あんま腕の力って感じじゃないですか。本当は入らないです。ああ。いわゆる熱波師になるためになんか必要なものとかってあるんですか。え、特に必要なもの本当はないんですよ。はあ、これサーファーと一緒で、はい、もう今日から熱波師って言ったら、あ、熱波師です。あ、そういうもんなんだ。でも熱波師検定っていうのを、あの熱波、日本熱波サウナアウフグース協会で、はあ、主催してやってます。僕はそこ講師で、皆さん前でおしゃべりさせていただいて。え、それ実技があって、実技があってサウナの歴史とか、アフグースってこういうもんですよ、でロールってこういうもんですよ、で人にそういう熱い風浴びせたらどういう人の体が反応するのかっていうのを僕はおしゃべりさせて、で知らないより知ってやる方が全然効果が違いますよ。それ資格としてなんかこうもらえる免許みたいな。カードとして1日でどうですか。1日でどうですか。え、トリックってちょっと実演の触りとかってやります。あ、やりたい。やります。はい、じゃあ今からじゃあ、ネパシ検定で使ってる公式バスタオル、オフィシャルバスタオル、じゃあサウナちょっとやりましょう。あ、ありがとうございます、はい、お願いします。よろしくお願いします。もっと上から下、上から下、下半身全然使ってねえな。まさに尊い表情になってる。宇宙一のネパシにしてください。よし、やるか。チャンネル登録よろしくね。